皆さんこんにちは。今日は百人一首についてお話をしていきたいと思っています。百人一首という言葉を聞いたことがないっていう人はいないと思うんですけれども、百人一首に秘められた暗号、謎、秘密、そういったお話を皆さんは聞いたことがあるでしょうか。今日はそんなお話をしていきたいと思います。そもそも百人一首って古文を勉強する上で非常にいい題材なんですね。まずは名家を百首学べる。そしてもう一つは歴史を学ぶこともできるという点です。実は百人一首の和歌って百首すべてが勅撰和歌集に入選している和歌なんです。勅撰和歌集っていうのは皆さんもご存知かと思うんですけれども、帝の命令によって編纂された和歌集です。勅撰和歌集を編纂するというのはいわば国家プロジェクトだったので、その選者には当代一流の歌人や学者が選ばれます。そんな人物が厳選に厳選を重ねた和歌だけが勅撰集に載るわけですから、それを百首も勉強すれば和歌に対する理解はそれは深まりますよね。そしてもう一つ、歴史を学べるというところです。どういうことかというと、百人一首の和歌って1番から100番まで番号が付けられていて順番が決まっているんですけれども、その順番はおおむね読んだ歌人が生きた時代に沿っているんですね。多少前後する部分もあるんですけれども、おおむね歌人たちが生きた時代に沿っている。そして百人一首に和歌が選ばれた歌人たちというのは政治に大きく関わったり、あるいは政治的な争いに巻き込まれて不遇を囲ったりした人たちが多いんですね。これには百人一首を編纂した藤原定家、定家と呼ばれることが多いですけれども、この定家の意図があるというふうに言われています。この定家が百人一首に込めた意図というのが、冒頭私がお話しした百人一首に秘められた暗号、謎、秘密の話につながっていくわけです。というわけで今日は百人一首に込められたメッセージを読み解きながら、百人一首の奥深さを皆さんと一緒に味わっていきたいと思います。百人一首に秘められたメッセージを読み解くためには、まず選んだ人の話から始めないといけません。先ほどもお話ししましたが、百人一首を選んだのは藤原定家、通称定家、鎌倉時代前期に活躍した大歌人であり和歌の評論家、学者です。定家のお父さんは藤原俊成。この人も春勢と音読みされることが多いんですが、平安時代末期に活躍した大歌人です。潜在宗という勅撰和歌集の選者としても知られています。お母さんは美福門院加賀といって、この人も有名な歌人なんですね。というわけで定家は和歌のエリート家系に生まれたサラブレッド。定家自身も幼い時から非常に熱心に和歌を学んだと言われています。ところが定家は性格がかなり短気で気難しかったらしくって、若い頃は宮中で暴力沙汰を起こして謹慎処分を食らったという話も残されています。そんな性格があだになったのか、なかなか出世ができなくってパッとしないポジションに長らくとどまっていたんですけれども、そんな定家に目をかけてくれたのが後鳥羽院でした。後鳥羽院は自らが編纂の指揮を取った新古今和歌集の選者の一人に定家を任命します。この後鳥羽院という人は定家を語る上でも、そして百人一首を語る上でも避けては通れない人物です。後鳥羽院は非常に和歌を愛した人で、自身も和歌の名手として知られています。この人は定家の和歌の才能を非常に高く評価し、定家の和歌に心酔していた部分もあったんですけれども、この人もいかんせん性格が劇場型なんですね。次第に定家と意見が衝突することが増え、関係が険悪になっていきます。普通に考えると定家は一貴族なので院と衝突するなんていうことはありえないはずなんですけれども、先ほどもお話ししたように定家は非常に短気で、また和歌に関しては折れる譲るということができません。そんなある日、定家が後鳥羽院に献上した和歌の内容に後鳥羽院がブチ切れて、定家に謹慎処分を下します。こうして定家は宮中の和歌のイベントに参加できなくなるという不遇の日々を送っていたんですが、ところが人生というのはどう転ぶかわからないもので、これが定家にとって人生最大の幸運につながっていきます。1221年、後鳥羽院は承久の乱を起こしますが失敗し、沖に流されてしまいます。承久の乱というのは手っ取り早く言うと、後鳥羽院が倒幕の目的で鎌倉幕府に対して起こした兵乱です。この時後鳥羽院サイドについていた貴族たちは承久の乱の後幕府によって冷遇されてしまうんですが、定家は先ほどお話しした謹慎処分が功を奏して、鎌倉幕府によって反後鳥羽院派とみなされ出世街道を駆け上がっていきます。そして官位だけではなく歌人としても2度目の勅撰和歌集の選者に任命されるという栄誉がもたらされます。
前回の新古研修の時、定家は選者の一人だったんですが、今回の新直選修は単独選者という形で任命されています。ただここで定家は歌人としてのジレンマに陥ります。それは鎌倉幕府に反旗を翻した後鳥羽院の和歌を入れることができなかったということです。先ほどもお話ししたように、後鳥羽院の歌人としての評価は非常に高くて、優れた和歌をいくつも残しています。後鳥羽院が当代一流の歌人であったということは、誰もが認めるところだったんです。後鳥羽院の和歌を入れられなかったというのは、定家にとって非常に辛いことだったと思います。後鳥羽院の逆鱗に触れて、喧嘩別れみたいな形になってしまったけれども、定家にとって後鳥羽院は、パッとしなかった自分に目をかけてくれて、光を当ててくれた大恩人です。そして何よりも、後鳥羽院の和歌が素晴らしかったこと。定家は性格は偏屈だけれども、和歌においては非常にストイックな人でした。そして非常にプライドも高かった。自分が選者として選ぶ直選集に、自分がいいと思った和歌を政治的事情で入れられないというのは非常にもどかしかったでしょうし、歌人としても屈辱的だったんじゃないかなと思います。晩年、定家は京都の小倉山にある山荘に暮らしていました。そんな定家のもとにこんな依頼が来たんです。依頼主は蓮生法師。元は宇都宮頼綱といって鎌倉幕府の有力な御家人でした。この人の娘と定家の息子の為家が結婚していたので、二人はいわば親戚同士だったんですけれども、この蓮生法師自身も和歌の名手として知られていました。蓮生法師は定家に対して和歌を選ぶだけじゃなく、定家自身の筆で定家の手によって色紙を作成してほしいと依頼しました。そしてその色紙はあくまでも自分の屋敷に飾るという個人的な用途のものだから、和歌の選定は本当に自由に定家の好きにしてくださいというふうな形の依頼をしたんですね。そして定家が何のしがらみもなく選んだのが百人一首だと言われています。これに先立ち定家は百人集歌という百人一首と同じような趣旨の和歌を選定しているんですね。百人集歌という名前なんですけれども、なぜか101人の歌人の101首の和歌が選ばれているんですが、この百人集歌に和歌が選ばれた歌人のうち98人の和歌が、同じ歌人の和歌が百人一首にも取られています。ごめんなさい、ちょっとややこしいですよね。つまりどういうことかというと、2人だけ百人一首を選ぶにあたり新たに加えた歌人がいるんです。その2人こそが後鳥羽院とその子順徳院でした。順徳院も後鳥羽院と同じく承久の乱の首謀者として鎌倉幕府によって佐渡に流されていました。百人一首は藤原の定家が晩年に編んだものです。定家はすでに70歳を超えていて官位を辞し出家していました。当然自分の寿命、人生の終わりを意識していたと思います。定家は和歌に人生をかけてきた人です。そんな定家が政治に忖度することなく自分の思いだけで選んだのが百人一首。定家は99番に後鳥羽院の和歌、そして100番に順徳院の和歌を置いて百人一首を結んでいます。さて皆さん、百人一首の一番最初の和歌は誰が読んだ和歌かご存知ですか？この和歌です。有名な和歌なので暗記されてる人も多いかなと思うんですが、この和歌は天智天皇の和歌です。そして2番目の和歌。この和歌は天智天皇の娘の持統天皇の和歌です。百人一首が天智持統親子の和歌で始まっているのは、最後の後鳥羽順徳親子の構図を引き出すための定家の意図だと言われています。こんな風に百人一首には大歌人藤原の定家によって隠されたメッセージがたくさんあるんです。はい、今日は百人一首についてお話をしてきました。百人一首は百首の和歌ですが、同時に百人の歌人の和歌でもあります。定家は百人一首を通して和歌だけじゃなく、その和歌を読んだ歌人たちの人生、生き様を伝えようとしたっていうのは間違いないと思います。実は百人一首の中には、なんでこの和歌が選ばれたのっていうものや、この歌人の和歌って他にもっと有名で高く評価されているものがあるのに、定家はよりにもよってなんでこの和歌を選んだんだろうって言われているものがあるんですね。
そういう一見っていう和歌も歌人の人生や置かれていた境遇、生きた時代背景を知るとまた違った側面が見えてきます。また百人首の他の和歌との関連性を知ると定家が込めたメッセージや意図っていうのが浮かび上がってきて非常に面白いんです。そういうところも百人首を学ぶ醍醐味かなと私は思っています。このチャンネルでも今後百人首の和歌を取り上げて解説していこうかなと思っているので、もしよかったら見に来てください。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。